たちの町をハッピーにしたいというテーマで、今ものづくりをしていってます。と言いますのも、ここ15年20年ぐらい小島の町の、工場さん、縫製工場、洗い工場さんであったりとか、年に何年かに1回どっか廃業したり、あと若い子が、働きに来ても多分続けられなくてやめていったりっていうのが、ほとんど続いてます。で、それというのも小島自体が働きにくくなったり、仕事の量が減ったりっていうのもあって、そういう状況がどん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 、深刻化していってるなというのが、ずっと小島に行って思う、現状です。何かできることがないかなと、ずっと考えてまして、その中で僕たちができることといえばジーパンを作って売ることなので、ジーパンでそれを解決していこうというふうになりました。で、住みやすい街にするためには、ここで仕事もそうなんですけど、街が綺麗で楽しい明るい街にならないといけないので、仕事を作ることと、あと環境を良くすることというところをテーマに、ものづくりを進めていってます。の作り方というのは、糸を縫製して染めて折って、切って縫って洗ってっていう、一連の工程があります。で、その一連の工程自体は今変わってないんですけども、その工程の中でできることをしていこうというので、今いろいろと、取り組んでいます。で、例えばなんですけど、ジーパンを作ってた後に、僕たちはワンウォッシュ、洗洗いをしているんですが、そこで水を結構使います。で、その水を使うのを、水の削減をするためにちょっと使って、青くなった水をもう一度、ろ過してきれいにして再利用するという取り組みを先行所さんと一緒に、やっていってます。それをすることで、約 85% ぐらいの水が、再利用できるようになるので、これを水の使用量は大幅に削減することができました。で、また、こういった、色を落とすときに、ブリッジ加工のような薬品を使うんですけども、これ自体も、使用量を減らすために薬品を使わずに色を落とすという加工方法も、先行者さんと一緒に、取り組んでいます。で、今回これをしたものは、オゾン加工という、加工で、水を使わずにオゾンの気体と、インディゴが、化学反応を起こして色が落ちたようになるというような加工です。これを使うことで薬品の、使用を削減でき、また水の使用を削減できるので、環境とかを軽減できるという加工をしています。で、また、パワーパッチの部分も、従来であれば牛革を使ったりとか、してたんですけども、これに使用しているのはリンゴの、カス、芯とか皮とかそういったものを、再利用したものになっています。で、できることを、少しずつしていこうと思っているので、リサイクルできるところはリサイクルの素材を使ったり、水とか薬品を減らすところは減らしていったり、いろいろ模索しながら、トライしていってるところです。で、そのトライする工程自体がどうしても特別な工程になっちゃうので、うちでやってる従来の商品のジーパンとは、比較的にはコストは勝ち目上がっていってるというのが現状です。で、こういった価格の上昇がなくなるように、このことが普通になるまで、進んでいます。